お疲れ様です、今回はシエンタにブライツヘッドライトリング取り付けについてということでやっていきたいと思います。そうですね、シエンタをカスタムしていこうっていう中で、まあ、この商品気になってる方もいるかなと思って、ちょっと今回、動画にするつもりはなかったんですけど、ちょっと気になる点があったのでまとめてみました。まあ、こんな感じで両面テープついてます。で、まあこの状態から貼り付けると、まあ、こんな感じになりますね。はい。で、まあこの取り付けなんですけど、このシエンタの、まあ、この特徴的な熊取りですね、ここに合わせてからこう下から上にはめるような感じで取り付けると、うん、上手に取り付けることができると思います。このもうサイズが本当にぴったりなので、あの場所間違えるともうすごいずれてしまうので、あの熊取りを目印にするとうまいことできると思います。で、両面テープなんですけど、謎の 3M とかいう、あの 3M ではない両面テープが付属してるんですけど、まあ、あの月自体は悪いとは思うんですけど、サイズ的に下からこうはめるような感じで結構カポッとはまるので、浮きそうなところだけ増し張りをして、で取り付けると結構しっかりくっつくと思うので、あんまり両面テープをたくさん貼る必要はないかなっていう印象はありましたね。はい。で、まあボディと、そうですね、このヘッドライトの境目がくっきりして、締まった感じになってすごく気に入ってますね。まあメッキの質感自体は大したことないとは思うんですけど、結構いい感じにできました。はい。これからも、はい、いろいろやってきますんで、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。